者格付けです。ザ・ワイルド・アット・ハート続きをプレイしていきます。はい、任意のボタンを押しますよ。あれ、よいしょ、待ってね。前回どうなったっけな。どんどん進んでいることは覚えてるんだけど、カービィがね、来てくれたことによってちょっとね、いろいろ複雑にね、ゲーム性が増しましたよね。あとちょっとのところで帰ってきたんだった。引き出します。よし、行くぞみんな。で、アイテムとかって片付け、この辺持ってきてるのか、そういえば。まあいいでしょう。ここね、水晶の滝の崖、崖じゃない、岸、海っぽいステージだったな、そういえば。ふぶぶぶ、寒い寒い。いいね。下の方に行き止まりがあって、燃やす圧あるからなんとなく燃やしとこうかな。なんとなくっていうか、カービィちゃんの、カービィちゃんが入るところか。これは35人は無理で、水属性っぽいけど大丈夫かな。オッケー、君たち、君たち、これでいいのか。これでいいのか。オッケー、内臓、ブーン、オッケー。で、ワカメはこれか。なんかいるじゃん、もう。ちょっと、こんな早くいるなんて構えてなかったぞ。こんにちは。お、かっこいい人いるな。爪楊枝だっけ。待って、動いたら死ぬよ。新しい顔ね。また顔を変えたってわけ。何このクズが。恥知らずの悪魔め。今度は男の子。前に奪った老人の体はどうしたの。ゴミみたいに捨てたってわけ。私の友人の体を。何、それにこっちは誰かしら。ん、あなたは誰。ここに来るように言われたんだ。奴はずる賢い。こっちが奴のやり方に耐性ができたと思ったら、また新しい方法で私の心を苛んでくる。闇の、忘れたけど、あれか、闇の生物のことを言ってるのか。奴って誰。僕の名前はウェイクだよ。こっちは友達のカービィ。ウェイク、この人落ち着いて、この人に落ち着いてっていうのもいいけど、あの剣使い古されたように見えるよ。だから、奴はさぞや私を憎んでいるでしょう。これまでに私が始末してきた数は数えきれないもの。この長きにわたって奴の羽を刈り取り続けるのは全く骨の折れる仕事だったわ。でもあなたは奴ではないわね。分かってくれた。だからそう言ってるじゃないか。僕たちは新人の緑の盾なんだ。まあ怖い怖い。幼稚園で団員をスカウトし始めたとは知らなかったわ。ちょっと、僕は12歳だよ。あら、私はその12年よりももっと長い間ネバーゲイザーを始末してきたのよ。ネバーゲイザーだ。でも本当にそんなに歳をとってるようには見えないけど。深き森では時間の経過の仕方が他の外の世界とは違うことを忘れちゃったの。ハイルコート、あの人はいつからいるかしら。はっきりとはわからないわね。車輪が発明されたのっていつ、何年いるんだろう。ジョークのつもりだったんだけど。ごめん、あなたジョーク言うタイプとは思わなかった。とにかく私のことは爪楊枝と呼んで。やっぱ爪楊枝か。ちなみにこれもジョークのつもりよ。私の剣の腕の精度は極めて高いということ。会えて嬉しいよ。僕たちは君を子たちに連れ帰らないといけないんだ。灰色コートの命令でね。
あの人命令なんてするようになったの？その上新しい緑の盾のスカウトもしてるわけ？まったく沈みつつあるこの船を漕ぐ人が必要だわね。いいわ、新米緑の盾のウェイクとカービィ戻りましょう。あの人は私の発言をうるさがるでしょうけどね。何か私にできることがあるならいつでも言って。またね、坊やたち。頼りになれそうな人が増えたな。あとこの人か。で最後だね。うん、いやでもせっかくなら探索しよう。あ、でもこの何このあぶく水の精たちがここら辺にいるんじゃないかな。ちょっとカービィ行ってきて。あ、なんだ、ただの宝箱だ。あそこ拠点じゃん、上のとこ。でもこの岩を動かせないといけないのかな。ここ水の精を手に入れたらね、5匹多めに連れていけるようになるから、連れてこう押していけると思うんだけど。こっちから来たんだっけ。こっちから来たな。うん、ちょっと左下の方もなかったと思うけど一応見よう。お、ドロドロがある。あ、こっち行ってないな全然。ありがとう。で、そこに石がある。こっちは、うん、あー、頑張れ、手分裂するぞ、気をつけろ、頑張れ頑張れ、分裂したぞ、いけ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 、よし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 。あー、2匹同時はちょっと良くないな。変なとこ投げちゃったし。いけ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 るいけ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 る。あー、自分が食らったまずいまずいまずい。ああー、やられてしまった。2人やられてしまった。ごめんよ。で、ベタベタは人間は大丈夫だけどってやつだったよね。あぶくがあるな。なんかゴミ袋も壊して、アイテム取って、あ、右側さらにありそうだけど、ついてこられるとダメ。ちょい待って。一回まとめて、落としてもらって、ちょっと待って、完全に。一人になるにはこうすればいいか。よし。お、入れるところだな。よし、入り込んで、あー、え、でも先になんとか、あー、荷物がいっぱいだ。あー、しまった。あー、よりにもよってここで荷物がいっぱいになるか。精霊たちに持たせられないな。あ、それで、メイクに交代して、そこが登れるようになったけど、私はまだそこ行けないな。ダメじゃん。なんだ。一回諦めよう。右側に行ってみようね。よいしょ。なんかあるでしょう。あ、ポーンっていうだけか。よいしょ。よし。開いて、お、ハートルートの樹脂だ。やった。これは？
って何？カバンがいっぱい。あ、気になるな。まあいいか、万円かな。あ、岩塩はこれか。これより、あ、これより先もある。カバンがいっぱいって言われてる。何？何か取ってきてくれたけど、もういない、もうないかな。もうない。なんだなんだ、こんなところに隠してあるなんて。あ、もう一個さっきの雫の玉みたいなやつだ。やったね。ママ、ここはクリスタルができるようになってくるべきところっぽいけど、一応いろいろ見つけられてよかったよ。帰ろうね。小立ちで OK です。一回新しい霊が欲しいな。楽しいぞ。さっきのやつはなんだ。やっぱ荷物すぐいっぱいになるな。いろいろ持ってきたけど、いいかな、やっぱ。間に合わせの明かりだけ取っておこう。あと夜間爆弾だけ取っておこう。ねえ、これなんだい？ブルームストーン。儲かるしなか。召喚のトニック。うん。OK。よし。精霊の、ね、あ、もういないのか。この子増やそう。よし、これで OK で、数増やせないもんね。時間まだまだあるけど、なんか中途半端に終わりそうで嫌だから、一回寝ようかな。あと爪楊枝はどこだい。爪楊枝、爪楊枝、あ、いたいたいた。なんかよ、懸賞金。もう気がついてるかしら。深き森の生き物の中には友好的じゃないものもいるって。考えることは、考えてることはわかる。私も考えてた。あなただけじゃないわ。ずっと問題になってたの。多分ネバーの影響が大きくなってるせいで、奴らは攻撃的で、なんていうか侵略的になってるのよ。とにかく深き森の調和を保つために、私たちはもうあいつらの暴力の脅威を黙って見ておくわけにはいかないの。手を貸してくれる？はい。よかった。じゃあ狩りを始めましょう。深き森の生き物たちは調和の中で生存しなければ、共存しなければならないの。破壊的な種が増えるすぎると、その調和が崩れてしまう。最近シェルターホーンの数が少し増えすぎてきたみたいなのよ。シェルターホーン見たことないな。5体のシェルターホーンを退治して私のところへ戻ってきてくれれば報酬を払うわ。賞金稼ぎの内容や進行状況を確認したいときは、輝き石を使って私に連絡してちょうだい。うん、でもそれ見たことないからな、シェルターホーン。なんかカタツムリみたいな角持った牛かな。子供がもう一人。ふむ、これは厄介なことになったわね。どうも、私はカービィよ。かっこいい剣ね。持ってみていい？一緒にあったじゃん。いいえ。いいわ。じゃあ後で待たせてね。いいえ。私たち親友になれる？いいえ。どうして固めになっちゃったの？獲物を殺してて。すごい。カービィ、いいから行こう。私あなたみたいになりたい。ふふ、この子気に入ったわ。まんざらでもないでしょうね。最初はツンとしてるけど、なんだかんだでその怖がられてるタイプね。怖がられてるタイプ。みんな怖がらずに話しかけてくれると
なんか少しずつ心開いてくれるタイプね。いいね。お金が足りないね。メイクの最大体力、体力は増やせるけど、今とりあえずいいかな。よし、猫ちゃんはいいでしょ。うん、寝ようかな。いっぱい朝まで寝て明日進めよう。シェルターホームっていう名前的になんとなくさっきの海のステージとかにいそうなものだけどね。どちらかというと枝の霊が必要になることが多いのでこのメンバーで行こう。下の方だったよね。歩きで行った方がいい気もするな。よし、歩きで行こう。火が使えることによってできるようになったこと増えたかな、今までのところもね。それはとりあえず、ちょっと火の種がなくなったからやってもらおうかな。よし、ありがとう。あ、種の子オープル。よし、最初の方だよね。こっち来た方角だと思うけど、いつの間にそっちに行ったんですか、知らない人。ここよね。わあ、よし、いいぞ。こっちなんか行けそう。あ、そんなことない？あ、ちょっと、しまった。目がね、見えてなかったな、そっち。1、2、3、1、2、3、5。お金そういえば足りなかったな。積極的にやっぱ拾った方がいいね。あれ？あ、こっか。ここら辺も解いたところだもんね。あ、なんか石があったっけ、動かせなかった石。なんか右の方にお金が散らばっているんだが、これ誘われているのでは？うわー、出た！やだ！いた！よしよしよし。あ、拾わせちゃった。あ、最後に爆発したな。そうだ、カービィが入れるようなところあったなあ、こっちの方。なんだろうって。ああ、でしょ、これもあるでしょ。よーしよ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 し。いや、すでに来たところをさ、探索するのって楽しいよね。あ、で、ワープゾーンができた。これは？カリュード。違う、森の同士、緑の魔女とは深き森のある支部の同士に与えられる称号だ。聖別式と呼ばれる儀式で、選ばれし者は魔法によって役目を与えられ、どこかの深き森の支部の守護者となる。あ、じゃあ守護者、支部がいくつかあるのね。非常に名誉ある地位ではあるが、その者には恐ろしい運命が待っている。森の魔法に己の魂をつなぐ緑の魔女は、その絆から永遠に解かれることはない。死後召されると森の一部となり、いつまでも森を見守り続けるのだ。じゃあ今も見守り続けられてるんだろうな。やった、新しいところ発見。うわーい、お金お金。緑の魔女さん、あ、これね、違うな。ちょ、待って。ね、別れるのって、人間が別れるのってどうやるんだっけ？ちょっと待って。ちょっと待って。ゲームプレイ。実況者モード何？あー、そうなの。へー、すご。ありがたいね。私は大丈夫だけども。操作。
分かれる、切り替え、インベントリー、高出力、アクションメニュー。ん？ん？ちょい待って、あ、分かった分かった、二連打だ。で、枝のレイ？あ、ちょっと待って。よし、枝のレイを。よし、これで無駄に時間を使ってしまったぞ。オッケー、一緒行こう。うん。下行って。やったー、いろいろものがあるぞ。いやー、うわーい、いろんなもの。あー、最初のところじゃん、多分。あ、君、置いてかれるぞ。懐かしいねー。最初のとこだよな。うん、こっち側一回まだ気になるところあったから。うわ、なんかあったな、アイテム。あ、ここを潜らせたっけ、カービィ。潜らせてない。やったー、アトルートの樹脂やった。これで、それぞれの体力は追加できるな、とりあえず。自転車気になるな、上の。自転車気になるな、あれ持ち帰れそうな見た目してるけど。ちょっと待って。あ、そっか、精霊たち連れていけないのか。絶対潜れるでしょう。あれ、気になる。異物だと思うな。まあ、いっか。行こう。これを押してきたんだよな。こっちから右の方に、なんかお金が散らばってるの。あ、これ壊せないやつだ。まだ無理だな。よーいそ。うわー、飛び散った飛び散った。うん。うわ。頑張れー。よし、オッケーでーす。蜂の砂。いけいけいけ。オッケー、ありがとう。カバンがいっぱい。カバンがいっぱい。よし、いらっしゃい。で、ゴミ袋。いいよ。瓶も取ってもらって。もう荷物がいっぱいになったな。でも一回帰れる場所は、荷物置ける場所あったからな。すごい、一人で頑張ってる。持って帰ろう。よし、荷物片付けて。私も片付けたい。ちょんちょん。結構あっという間にアイテムが集まるね。楽しい探索。楽しい。どうしようどうしようどうしよう。なんか、うわぁ！日によって、新しくできるようになったことあるかな、この辺。あ、持たせる必要なかったな。片付けてきてもらって、どうしようどうしようどうしよう。敵がいるな。どこにいるんだ？
く。あ、こっちの方なのか。なるほど。わかった。まあでも、まだ火しか新しく手に入ってないから、そんないろいろやる必要ないでしょ。これ何？これ何？気まぐれだ！一匹の精霊が、こっち側に一人いるんだ。あーん。もう。ずっとついてきてください。で、こっから、あ、上行って右かな。時間大丈夫かな。あ、全部持たせるようになっちゃった。よいしょ。で、これはもう動かしてるやつでしょ？あー、一回帰った方がいいかな。追いつつ進んでしまう、この危険。すぐに人がいてくれたらいいんだけど。ワープゾーン、あー、ここか。懐かしいな。懐かしい。あ、こっからがまた長いぞ。これ一回寝るべきだと思う。寝て、あー、もう時間がこんな時間だ。早いな。あれ、ここ降りられるって書いてあるけど、降りられるの？危ない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 。帰ろ帰ろ。危ないことはしちゃダメだ。お金が散らばっている、見ない間に。よいしょよいしょ。時間的にも終わりの時間ですからね。ふう、寝て終わりにしましょう。よし、よかった。で、あ、なんかイベント起きるかもな。あ、本物の食べ物が恋しいわ。うん、僕もポンチョズのゴジラバーガーが死ぬほど食べたい。本物の食べ物って言ったでしょ。なら君は何が食べたいの？激辛。ペンタコスにベーカリー。何のケール入りカップケーキ。少なくとも取り合いになる心配はないね。食べ物の好みは全く違うのか。本物の食べ物には変わりないと思うけどね、どっちも。ということで今回はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。